今日紹介する作家は芥川龍之介。大正12年発行の文藝春秋創刊号から3年にわたって連載された作品です。芥川龍之介、種々の言葉。アンブローズ・ビアスの悪魔の辞典に刺激を受けて書かれたといわれる箴言集。研ぎ澄まされた短い経句や随想、ここに記された芥川龍之介の思想の断片は、今を生きる私たちにも様々なヒントを与えてくれます。種々の言葉は必ずしも私の思想を伝えるものではない。ただ私の思想の変化を時々伺わせるのに過ぎぬものである。一本の草よりも一筋のつる草、しかもそのつる草は幾筋もつるを伸ばしているかもしれない。クレオパトラの鼻が曲がっていたとすれば、世界の歴史はそのために一変していたかもしれないとは、名高いパスカルの啓蒙である。アントニーもそういう例に漏れず、クレオパトラの鼻が曲がっていたとすれば、努めてそれを見舞いとしたであろう。また見ずにはいられない場合も、その短所を補うべき何か他の長所を探したであろう。アントニーもきっと我々同様、クレオパトラの目とか唇とかに有り余る償いを見出したであろう。こういう我々の自己欺瞞は一人、恋愛に限ったことではない。我々は多少の相違さえ除けば、大抵我々の欲するままにいろいろ実相を塗り替えている。例えば歯科医の看板にしても、それが我々の目に入るのは看板の存在そのものよりも、看板のあることを欲する心、ひいては我々の排他ではないか。つまり2004年の歴史は、病たる一クレオパトラの花の遺憾によったのではない。むしろ地上に遍満した我々の愚昧によったのである。笑うべき。しかし荘厳な我々の愚昧によったのである。人生は一箱のマッチに似ている。重大に扱うのはバカバカしい。重大に扱わなければ危険である。人生は落調の多い書物に似ている。一部をなすとは称しがたい。しかし、とにかく一部をなしている。今日は遅かったんです、朝は。その分ね、夜がちょっと今日は長いですけど、寝ないとダメってわけじゃなくて、寝なくても意外といけちゃうから、バッチリです。まだまだ夜はこれからです。